相信每个人都知道，日本是个令人惊叹的科技强国。当地几天前举行的东京技术博览会上，可以看到许多创意和噱头十足的高科技产品。当中最吸引民众眼球的，就是这个能够把音乐转换成饮料的榨汁音乐机了。顾名思义，民众在点唱机上选择自己爱听的歌曲之后，只需轻轻地按个钮，这个所谓的榨汁音乐机就会按照歌唱单调制出多元口味的饮料，创意十足。音楽の波形データを解析して、その解析したデータをムードに置き換えて、そのムードを味に置き換えるっていう、それをジュースとしてミックスさせるジュースボックスになります。创意设计师解释，这台神机按照歌曲的曲调和音波分成快乐、兴奋、浪漫、感性和悲伤五种感觉之后，再结合甜、酸、苦、涩和咸味调制饮料。而在场民众最期待的就是希望神机也能够调制出特别的酒精饮料。やっぱり飲んでノリノリになるような、もっと強いアルコールとか入ってると面白いですし、ワインもいろんな色があるんで混ざってきたら面白いなと思いましたね。スパークリングもいいんじゃないですか。科研人员放眼在不久后的将来，能够研发出更多奇特饮料，包括鸡尾酒等等，充分的利用科技之余，也把民众对音乐的品味推向另一个高峰。NTV 七综合报道。Experience and discover the taste of music. Squeeze music.